チャールズ・シモニーは、ハンガリーブ・ブダペスト生まれのプログラマー。インテンショナルソフトウェア会長兼最高技術責任者。2017年3月時点の純資産は20億ドル。ハンガリーに、コンピュータが数台しかなかった、高校生当時、電気工学の教授だった父親のシモニカ・アロイの、計らいで、コンピュータ技師の補助の仕事をする機会を得た。 最初に取り組んだコンピューターはソビエト連邦製、ウラル2。彼は1966年に高校を卒業するまでに自分のコンパイラを完成させた。その経験をもとにコッペンハーゲンで職に着き、1968年にデンマークを後にする。アメリカ合衆国にあるカリフォルニア大学バークレー校で数学を専攻し、1972年に理学志望を取得する。 1972年から1980年までパロアルト研究所に勤務し、1974年にバトラー・ランプソンと共に世界初のウィジーウィックワードプロセッサーブラーボーを開発する。1977年、博士論文では集団を管理、指導することで大規模なソフトウェア開発を行う手法、メタプログラミングを提唱し、スタンフォード大学で 計算機科学の PhD を取得。1981年にマイクロソフト社に転職し、マルチプレーン、エクセルやワードを開発した。また、変数の命名法の一つである、ハンガリアンキ法でも有名である。アプリケーション開発責任者やチーフアーキテクトを務め、マイクロソフトリサーチでインテンショナルプログラミングの研究に従事した後2002年に退社。同年8月、 インテンショナルプログラミングの概念を採用したソフトウェア会社、インテンショナルソフトウェア社を立ち上げる。事前活動にも関わり、1995年にオックスフォード大学に寄付し、チャールズ・シモに、プロフェッサー・オブ・ザ・パブリック・アンダースタンディング・オブ・サイエンスが設置された。2004年1月には5000万ベイドルを投じ、科学や芸術活動を支援する財団。 チャールズ・シモニ・ー・ファンド・フォー・アーツ・アンド・サイエンシズを設立した。2005年には、プリンストン高等研究所に2500万ベイドルの寄付を行った。また、シモニーは13歳のモスクワ旅行の際パベル・ポポビッチ、宇宙飛行士に出会い、以来宇宙旅行を夢見ていた。そして2007年4月7日に、ロシアの宇宙船、ソユーズとがマイナス10により、宇宙へ向かい、 国際宇宙ステーションでの滞在後期間した。これにより、ISS を訪れた5人目の民間宇宙旅行者となった。また、ハンガリー人としては2人目の宇宙飛行士でもある。さらに2009年3月26日にソユーズトママイナス14で2度目の宇宙旅行を行い、2回の宇宙旅行を経験した唯一の人物となった。旅行代金は、1度目は2500万ドル。 二度目は3500万ドル程度、と語っている。ヘリコプターの操縦ができる。チャールズ・シモニ、ファウンダー、チェアマン、&CTO ハット、チャールズ・シモニ、フォーブス。2017年5月14日閲覧。ライト、ジェリー、スペースフライトパーティシパントチャールズ・シモニ、アメリカ航空宇宙局。2007年8月3日閲覧。シモニー氏。 宇宙旅行は3500万ドルダッシュ SORAE.JP2009 年3月6日。ありがとうございます。